YouTube をご覧の方にお知らせ。動画を見てるだけでなく YouTube で収入をアップしませんか？顔出し、声出し、撮影不要の新しい YouTube の稼ぎ方を無料公開中。詳細はこちら。コンゴ民主共和国には経済援助のため多くの国の人々が訪れている。だが博物館を建ててくれるという国は韓国だけだ。韓国は私たちと魂を通わせる他のどの国よりも特別な友人になった。韓国がコンゴの首都キンシャサに国立中央博物館を建設するプロジェクトが本格化し、目が回るほど忙しい日々を過ごしている人がいる。コンゴ国立博物館のイボンゴ・ギルングラ館長、58、だ。先頃政府代表団と共に韓国を訪れ、ソウルの国立中央博物館から最終島の戦争歴史平和博物館に至るまで、各地の主な博物館をくまなく回り、新たな博物館を運営するためのノウハウを学んだ。ギルングラ館長は、博物館建設事業について、歴史的な背景が似ている韓国が参加してくれ、一層意味のあるものになったと語った。日本による植民地支配を経験した韓国と同じく、今後もベルギーの過酷な支配を受けた末、1960年に独立した。ギルングラ館長はまた、独立から半世紀以上が経ったが、国民は今でも傷を抱えているとし、新たな国立博物館はその傷を癒し、より良い未来を夢見る空間になるだろうと期待を寄せた。